今日は北海道で雨が降り出す予想です。雷を伴ったり一時的に強い雨になる恐れがありますのでご注意いただければと思います。この時間の皆様からの天気報告を見ていただきますと、まだ北海道方面晴れや曇りの報告ばかりで雨の報告はありません。ただ天気図の方で確認をしてみますと、北海道の西側に寒冷前線がありまして、これが日中北海道にやってくる予想になっております。このため今日の北海道雨の降水の予想を見ていただきますと、午前のうちから道北北部あるいは道央道南の日本海側から雨が降り出す予想、雷を伴う可能性、また南西からの風も強くなりそうです。かなり激しい現象になる可能性がありますのでご注意ください。夜にかけまして寒冷前線東の方に進み、道東方面なども明日の前半にかけて天気が崩れやすくなるということになりそうです。ウェザーニュースライブでは常に最新の情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録の上気象情報の確認にお役立てください。